んせよナインです。ちょうどさっきね外出から帰ってきて一段落したところなんですけれども、今日はですね韓国の皮膚科でも使われるホームエステティック製品で高栄養高タンパク質ケアができるナイトスキンケアルーティンをご紹介したいと思います。これ継続してやるとね本当に透明感のある健康的なお肌になるから、肌が疲れている時にご褒美として私が必ずやってるスペシャルケアなのね。でブランドさんがね私がこのスペシャルケアを気に入ってずっとやってるから、ぜひいつも見てくださる9視聴者様にもということで500セット限定でご用意していただけることになりました。で今回ですね限品プレゼントまでご用意したので、ぜひ今回の動画を見てゲットしていただけたらと思います。ラーンしちゃっけばいいよ。口中にない。私がスペシャルケアとして使っているのがこちら、じゃーん、デラのアイテムです。デラが日本進出初コラボをナインさんとできて感謝ですっていうことでね、こんな素敵な特別ギフトボックスでプレゼントいただきました。こちらこそ本当にありがとうございます。私がこの仕事を始めて本当にねまだ日本に進出してない韓国で話題を集めてる商品をたくさん紹介してもらえる機会が増えたのね。でそのうちの一つがデラなんだけど、デラは2024年ベストスキンケアにも選ばせていただいてて、デラはホームエステティックのブランドで家でエステでケアを受けたように肌コンディションを高めてくれて肌根本の改善を目指したスキンケアなのね。で今デラがね韓国だけじゃなくって、今 K ビューティーが世界的に注目されてるじゃない。それで中国で今特にこのデラが爆発的な売れ行きらしいのね。で今日使うのがこのデラの代表的なライン豆腐ラインなんですけれども、こちらにはですね大豆エキスが入ってて、大豆エキスってタンパク質成分が豊富なのね。でなんでタンパク質が大事かっていうと、お肌を作る材料だからタンパク質が不足するとハリとかツヤがなくなったり肌の新陳代謝も悪くなるから、ちゃんと不足した分を補うことで弾力のある透明感のあるお肌に導いてくれるの。なんか肌が疲れた時って肌がくすむし、なんか弾力落ちた感じするじゃない。このルーティーンをするとね肌に弾力が出てから元気になるのもあるんだけど、私はね肌が白くなるのをすごい実感したの。本当に白玉肌みたいな感じだから、白玉のような真っ白で弾力のあるお肌になりたいっていう方はぜひ今回のやった方がいい。口中にない。じゃあまずはこちらを使います。デラトゥブフォームクレンジングです。こちらを泡立ててから使っていきますね。テクスチャーはねこんな感じですごい柔らかいの。香りもなんか豆腐そのものって感じ。こんな感じで泡立てて使っていきます。これがねタンパク質と栄養が豊富な洗顔料で、鎮静と保湿ケアができる洗顔料なのね。栄養が豊富だから泡がすんごいもっちもちで細かくて柔らかいの。肌に伸ばすと分かるんだけどすごい優しい使用感で、私さ乾燥肌だから突っ張り感のある洗顔料苦手なんだけど、これはね全く突っ張り感がなくって肌にしっかりと潤いを与えてくれるので、韓国って PM2.5 が本当にひどくて、最近は慣れたけど最初は本当に呼吸が苦しくなるぐらいだったのね。それが全部毛穴にも入ってるわけですよ。だから私はね洗顔は本当にしっかりするようにしてるんだけど、これ本当に優しい使用感なのにこの洗顔1回で PM2.5 皮脂メイクの残った汚れまですっきりと洗浄ができるのね。だから洗浄力は高いんだけど肌に栄養を与えてくれるから優しい使い心地ですごくいいの。あーなんかホームエステ品なだけあるなっていう感じ。私最近皮膚科行ってきてまだあざができてる状態なの。でも優しいから全然染みたりしない。なんかねこうやって洗ってる最中から本当になんかお肌が豆腐みたいに柔らかくなるのを感じる。手で触ってて、じゃあ一旦これちょっと洗い流します。はい、今洗い流してきました。すごいお肌がね柔らかい。あのね本当に乾燥感じさせない、突っ張り感が全然ないし、肌がすごいしっとりしてから毛穴もすごい綺麗になった。私ほんと今まで多分100個近くの洗顔料使ってきてるのよ。だけどデラはねその中でもトップレベルで本当に突っ張らない、超保湿力高い。そしたらこちらを使います。デラトゥブマスククリームです。これはねデラの中で私が一番好きなクリームなの。これがベスコスでも紹介したクリームで、これね本当に杏仁豆腐みたいなの。不思議なんだけどこれを使って翌朝起きるとね肌が白くなってから本当に杏仁豆腐みたいなお肌になるの。真面目にこれがね高タンパク質のクリームなんだけど、よく見ててね、これが塗った途端5秒で浸透するの。見て、もうお肌の中に吸い込んじゃったから、高タンパク質をお肌の隅々まで一
瞬で吸収してからお肌の密度を上げてくれるのね。だからこれを使うとお肌がもっちもちのプリップリになるの。しかもこれね、水分感が高いからね、ベタベタする感じがなくって本当にめちゃめちゃ吸収早い。しかも見て、こんな感じでね、肌に綺麗なツヤが出てくれるの。もう一瞬で角層奥に水分がしっかりと行き渡ってる感じがする。パンテノール、牛乳タンパク質エキス、ヒアルロニックアシッドも入っているから保湿力は高いのはもちろんなんだけど、しっかりと肌を保護してくれるのね。もうね、すごいお肌がね、こうやって触ってると超気持ちいい。次はこちら、デラトゥブシートマスクを使います。え、クリームの後にシートマスクって思うかもしれないんですけど、そうなの。この後にシートマスクをつけることで水分ケアもできて油水分バランスを整えてくれるのね。じゃあちょっとこちらをお肌にのせていきますね。すごいね、エッセンスがひったひたでね、これがタンパク質だけじゃなくって鎮静のツボクサエキスだったりとかアラントインまで入ってるので、水分バリアケアと敏感になったお肌をしっかりとケアしてくれるシートマスクなのね。しかも密着力が半端なくいいの。特殊な細かい素材でできたシートだから肌にピタッとついてからこうやって振ってもね、全然落ちてこない。で、この中に結構ねエッセンスがたっぷり残ってるから、私はそのまま上からこうやって塗り重ねちゃいます。もったいないので上からこういう感じで、こぼれるぐらい入ってるから気をつけてくださいね。上からしっかりと重ね付けしてあげてください。そしたらこの状態で10から20分置いてください。口中にない。はい、じゃあ20分経ったので剥がします。ダラララララララ。で、お肌のエッセンスをこんな感じでね、ハンドプレスしてなじませていってください。そしたらね、これはもうデラのスペシャルケアなんだけれども、さらにさっきのこちら、デラトゥブマスククリーム、これでサンドイッチします。またこんな感じでお肌に伸ばしていきますね。このね、お肌に伸ばしてる時のこのプルプルした感触すごい好き。こうやってサンドイッチケアをすることで肌にしっかりと高栄養のタンパク質を吸収させることができるのね。もうさ、すごい贅沢ケアじゃない。だからもうこれはね、疲れた時のご褒美ケアっていう感じで、これはほんとエステ級のケアだから、気持ちまでなんか贅沢な気分になれるの。しかもなんかさ、肌トーンアップしてない？もう豆腐みたいにお肌白くない？しかも見て、このもっちもちな肌、すごい水分豊富な感じがわかるし、吸収がとにかく早いから、なんかもうタンパク質が十分に吸収されてるのが触るとね、すごいもう肌で伝わると思う。しかももうすでに肌なんかトーンアップしてるけど、翌朝本当に肌が白くなってるから、私このルーティンやるたびに翌朝鏡見て、え、なんか顔白いみたいな毎回思うのね。で、このプルプル感でしょ、本当このデラのトゥブマスククリームみたいに本当にもうなんか杏仁豆腐みたいなお肌になれるわけ。この透明感とプルプル感は本当に癖になる。で、私が本当に気に入ってるこのナイトスキンケアルーティンの3セット9点メガ割り中、こちらを500セット限定で特別にご用意したんですけれども、追加でこちら、デラ缶シャイニングクリーム、なんとこちらの6800円相当の BB クリーム原品をプレゼントさせていただきます。この BB もめっちゃ良くて大好き。で、内視聴者様にはギフトボックスの代わりに次回使える特別シークレットコードが書かれたポストカードをねプレゼントさせていただけることになったので、今回のコラボセットのみ特別にご用意させていただいたものなので、ぜひそちらも忘れずに確認してください。デラはホームエステスキンケアなだけあって、スペシャルケアに本当にぴったりで、もう使ってるうちに肌が変わるのを実感していくのね。で、気持ちまで満たされるスキンケアだから、ぜひ9コラボでしかゲットできないこちらのセット、お早めにゲットしてツヤ肌白玉肌を手に入れてください。購入先や詳しい内容はすべて概要欄やコメント欄に記載しておきますので、そちらからチェックお願いします。また9点レビューの際にナインちゃんの動画見て買ったよとか、使ってみて良かった感想など書いていただけたらすごく励みになるので、応援いただけたら嬉しいです。今年中にチャンネル登録者5万人を目標としております。ぜひまだな方はチャンネル登録と高評価ボタン、インスタもフォローお願いします。クローンウリンタウメマンだよ。あんにゃーん。